小中学生が世界遺産などについて学んだ成果を発表する。第14回世界遺産学習全国サミット in 田辺が昨日から田辺市で開かれています。平成22年に奈良市で始まった世界遺産学習全国サミット県内では初めて田辺市で開かれ、今日は市内の小中学校3校が活動報告をしました。 このうち、三里小学校の児童は、伏尾神王子の名前の由来や、平安時代の歌人・泉式部がこの地を訪れた際に読んだ歌を説明しました。また、本宮小学校の児童は、熊野古道のルートの一つ、大日越にある花掛地蔵の逸話を寸劇を交えて伝え、 本宮中学校の生徒は外国人観光客向けに行っている英語での語り部の模様を再現しましたサミットはあすまで開かれあすは小中学生が熊野古道などを案内する語り部ツアーが予定されています